クラーク軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万8333人であり、2000年の14万4742人から4.4%減少した。軍庁所在地はスプリングフィールド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クラーク軍はその全体で スプリングフィールド大都市圏を構成している。クラーク軍1818 18年3月1日に設立され、軍名はアメリカ独立戦争の英雄、ジョージ・ロジャース・クラーク将軍にちなんで名付けられた。スプリングフィールド大都市圏は1950年にまず定義された。その後、スプリングフィールド標準大都市圏と呼ばれ、 クラーク軍単独で人口は11万1661人だった。1959年に予算局による用語変更によってスプリングフィールド標準大都市統計地域とされた。1960年国勢調査では人口13万1440人となり、1950年調査から18%の成長だった。 1973年には、この大都市圏に隣接する、シャンペーン軍が付加された。1970年調査による、この2軍の地域は、合計人口187,606人だった。1983年、都市圏の公式名は、スプリングフィールド大都市統計地域に短縮された。同年、デートン都市圏とスプリングフィールド都市圏が一つになって、 デートンスプリングフィールド大都市統計地域となった。この都市圏には、クラーク軍、グリーン軍、マイアミ軍、モンゴメリー軍の4軍が含まれた。この状態は2003年まで続いていたが、この年再び分割されて、スプリングフィールド大都市統計地域は、クラーク軍1軍で構成されることになった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は402.53平方マイルであり、このうち陸地397.47平方マイル、水域は5.05平方マイルで、水域率は1.25%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クラーク軍ズクラーク軍は、下記10の軍区に分割されている。ありがとうございます。